はい、どうも、楽系です。お久しぶりです。まあ、そう、タロとしてはね、1日ぶりなんですけども、はい。今日はですね、ポケモン GO の、バトルリーグについてですね、考察と解説をしていきたいなと思っております。で、世界ランキング2位とね、世界ランキング5位の、バトルがありましたので、そちらの方を解説していきたいなと思います。ですね、まあ、ポケモン GO は皆さん知ってると思うんですけども、まあ、世界に数億人プレイヤーがいまして、まあ、一番ゲームでね、プレイヤーが多いんじゃないですかね。うん、と思います。で、その中の、バトルリーグっていうのがございまして、で、ポケモンとポケモンを戦わせてね、競い合うゲーム、バトルがあるんですけども、で、その世界ランキングっていうのがございまして、まあ、500位以内が表示されている状況なんですけども、まあ、先週ですね、僕、ランク10の人と当たる機会がありまして、まあ、ランク10がいかにすごいかというとですね、世界ランキングがですね、195位以内がランク10だったんですよ。そのハイパーリーグが終わる寸前ですね。で、僕はマスターリーグに切り替わって3日後にその人と対戦したので、まあ、実質は元世界ランキング200位以内と対戦したんですけど、圧勝しました。はい。なので、ちょっとこちらのね、世界ランキング2位と5位のちょっと解説もね、僕の方でさせていただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、ちょっと場面がね、これちょっと解説せないかなというところがありましたら、ちょっと止めて、ちょっと解説をしていきますので、よろしくお願いします。はい。で、相手の世界ランキング5位の人なんですけど、まあ、この人はナイアンティックの開発者ですね。はい。で、こちらのベイユ様っていうのが世界ランキング2位で、実質日本で世界ランキング、1位の方ですね。はい。で、これは同じ対面ですね。エルメタルの対面で、ベイユ様は一応色違い。で、これはですね、バカ力を、ちょっと止めますね。バカ力を2ゲージ溜まるまで溜めていって、打つっていうのがセオリーなんですけど、うん。これでバカ力を1回打って、打つことによって、攻撃力と防御力が、ダウンするんですね。なので、これで1回引いて、っていうこともできますし、そのまま突っ張るっていうこともできるんですけど、まあ、この世界ランカーがどういった立ち回りをしていくのかっていうのを見ていきたいなと思います。はい、バカ力打ちましたね。で、これで2段階ずつ下がっていくんですけども、これギラティナに、交換受けしてますね。さすがですね。で、それで交換受けも読んだ上で、岩雪崩を放っていってます。はい。で、その後にリアルガー出してきましたね。まあ、これはリアルガーの方が有利対面なんで、このまま多分押し切ってくるかなと思います。まあ、ギラティナの場合は、もう技をどんどん放っていって、相手の HP を削っていこうという作戦ですね。はい。で、技一だけで削り取って、で、その後に速攻で流星群ですね。多分メルメトロに変わってると思います。はい。ただ、今一つなんですけど、ここまで食らうんですね、流星群は。かなり威力が高いので。ただ、お互いにすごいですね。シールドが2枚あるんですけど、1回も張らずにね、ここまで来てます。これも張らないというね。はい。で、これ、まあ、岩流れでいけるんで、バカ力を打つ必要もないといったところですね。はい。その後に海王が出してきました。すごい。今のところ、ほんと2人ともシールドを使わないという。早いですね、動きが。さすが世界ランカー。多分ここも張っていこうんでしょう。ねえ。さあ、どこで、ね、どっちがシールド張るのかって見ものですけど。ここら辺で、ね、フェイクで多分、岩なだれ打ってるんで、これブラフですね。多分シールド張ります。ね。で、次で、バカ力を打ってくるかな。っていうところですね。まあ、ここはもう、もう一回打ちたいところなんで、シールド張ると。うん。アイアンヘッドでも張るというところですね。で、ここでバカ力を、まあ、結構ゲージ溜めてから打っていきます。で、もしシールド張られてももう一回打てるような感じにしてますね。はい。ただこれ耐久かなり下がってるんで、はい。結構ギリギリの戦いになってます。ただね、まあ、鋼タイプが入ってるんでね、効果抜群なんで、ある程度食らうと思います。はい。で、メメメタルですぐ打ってきます。これね、打ってくれてありがたいと思う。多分削れてたんで、まあ、プレミっていうやつですね。まあ、本当に細かいんですけど、ここが、相手のプレミアったところやないんかなというところですね。まあ、シールドも1枚ありますし。うん。あそこは本当技1で削らないといけなかったところ。まあ、世界ランキング5位にしては珍しいミスというか、まあ、お互いに隙がなかった、あそこで初めてミスが生まれたっていうところですね。はい。いやー、かなりレベル高い試合でしたね。